どうもこんにちは、坂東です。はい、今日はですね、携帯のアプリ、スノーですね。これを PC になんとかね、画面で取り込みをやっていくというね、そういう作業をやっていこうと思います。前回の動画ではですね、スマホを普通にミラーレス一眼のカメラで撮影してというようなね、かなり手荒い手法で画面キャプチャーと称するようなことをね、やりました。まあこれではね、ちょっと画質ももう最悪というか、かなりいただけないような状況ですので、なんとかデジタル的にね、これをパソコンに取り込んでいってみようかなというふうに思います。で、いくつかね、機材を揃えました。まずですね、こちらですね、MHL 変換ケーブル。これは Android スマートフォンをですね、HDMI 出力する、そういう変換ケーブルですね。ところがですね、僕の持っているこの ASUS の Zenfone 5ですね、これがですね、この MHL という規格に対応していないことがね、分かりました。なので僕の携帯を使うのは諦めて、家内の携帯ね、これ機種がね違うんですよ。 Zenfone Go っていうね、結構比較的新しめの機種で、この機種であれば MHL 出力、つまりスマホのマイクロ USB コネクターから HDMI 出力がね、取れるということなんでね。まずその HDMI 出力を確保すると。で、その上で HDMI を PC にキャプチャーする機械も必要なんで、それも購入いたしました。でね、どんなキャプチャーインターフェースを買おうかなとね、いろいろ考えてみたんですね。で、以前からね、HDMI キャプチャーのインターフェースは欲しいなと思ってて、いろいろね、下調べはしていました。そんな中でですね、YouTuber の間で比較的流行っているというか、いくつか商品レビューを紹介されている動画も上がっている機種で、Elgato のゲームキャプチャー60っていうね、フル HD が 60fps で撮れるというインターフェースがあるんですけれども、そちらにしようかなと思ったんですけれども、ここはね、一発ね、カットンだね、インターフェースをね、買ってみました。それがね、こちらです。こちらですよ。フェボン198。見てください。チャブートで来ましたよ。はい、こちらがですね、フェボン198の Amazon の商品ページです。で、公式サイトのようなものがありましてですね、こちらがですね、ヒアン BQ 技研というですね、これは、どういう業者さんなんでしょうね。ちょっと個人商店のような感じの、そういう業者さんなんでしょうかね。ちょっとよくわからないですけれども。で、この商品のページがこちらですね。台湾製キャプチャーデバイス、フェボン168198を発売しますというような商品ページがありまして、こちらの説明によると、フル HD 60fps でのキャプチャーができると。そしてですね、この商品の最大の特徴がですね、ウェブカメラデバイスとして入力が可能、ドライバー不要という非常に大きなね、特徴を持っている商品なんですね。で、これにたどり着いたきっかけなんですけれども、あのギュイン徳川さんというね、 GH4 をいつもお使いのカメラ関係のレビューをされている YouTuber さん、こちらの方の YouTube チャンネルでですね、 UVC 対応、つまり USB ビデオキャプチャー規格とでも言うんですかね、ちょっと何の略称かよくわからないんですけども、要するにウェブカメラの標準的なフォーマットがある、規格があるようなんですね。それが UVC という規格です。で、こちらの規格の入力に合わせてしまえば、もうあとはもうこっちのもんですよ。まあ、キャプチャーだろうが何だろうが、まあ、あとはなんとかなるんじゃないかなというふうに思いまして、この商品を買いました。で、この商品を買った理由にはもう一つ理由があってですね、UVC 接続で入力ができるということはですね、おそらくですけれども、スカイプのデバイスとしてね、使えるんじゃないかなというふうにね、目論んでるわけなんですね。ということはですね、このスノーのアプリでですね、仮想をして、自分の顔を仮装して、そしてスカイプで対談ができるんじゃないかなっていうふうにね、ちょっと目論んでるわけなんですね。面白いと思いません？やってみたいと思いません？
ちょっとまだこれ成功するかどうかがわからないんですけれども、これが成功した暁にはですね、ぜひどなたか僕とスノーの仮装で対談をねやってみませんか。もしご興味がおありでしたらお声掛けください。別に仮装じゃなくてもいいですよ。以前からトークの相手はね大大募集しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。とまあそこまで言ってやっと前置きができました。このフェボン198ですけども、開けていってみようと思います。茶封筒ですよ。いいですね。もう僕こういうの大好きです。これだけ、これだけですよ。こんなちっちゃなインターフェース一つと USB3.0 のケーブルが1本、そして納品書1枚、はい、以上ですね。そして茶封筒の外側にはありがとうございましたの一言、こういうの嬉しいですよね。それでは接続していってみたいと思います。さあ動くかな。こちらはですね MHL 変換ケーブルになります。メーカーはですねエレコムのケーブルを買ってみました。1200円ぐらいだったかな。こんな感じで、こちら側がマイクロ USB、 スマホ側ですね。そしてこちら側に HDMI、 そしてこちらに電源供給のマイクロ USB があるということですね。接続していってみたいと思います。はい、こちらがスマホですね。そして HDMI がここに来ると、そしてここに電源供給ですね。スマホは常時通電しておいた方がいいでしょう。はい、電源供給、スマホの電気入りましたね。スノーの画面になりましたね。はい、そしてこのフェボンの USB の出力をこの PC につなげると、さあ来い、来てほしいんですけどね。とりあえずつないだだけでは映らないです。こちらですね、スカイプのウェブカメラ設定の画面がくるくる回ったままということです。研究の余地がありということですね。それでは今日はこの辺で、バイバイ。